ちょっと初めてなんですけど、ライブ配信してみます。保護猫サロンすみかオープンしました。と言っても本当に SNS だけの告知なので、ご近所さんのお孫さんが来てくれたんですけど、のんびりとした一日です。今日の富岡町は午前中は晴れていたのですが、午後は雲が多くなって暗くなったり明るくなったり、それに伴い少し肌寒い一日でした。それでももうそこまで春は近づいています。夜の森の桜もつぼみが膨らんできていて、開花までカウントダウンが始まっています。今年は桜も早いみたいですね。こんな時期でもお花見は楽しみたいものですね。猫ちゃんたちが結構人がいても出てきてくれることが分かったので、とても安心しています。結構慣れてない子も多いんですけど、まあそれでも結構あんちゃんの子もいるし、この子はジンくんです。葛尾村の子です。すみれちゃんね、遊んでくれたね。さくらが寝ています。こっちの子と仲良くやれなかったんだけど、それでも今は結構仲良くやってます。あら、まっちゃん、あら、べにちゃんもいるのねえ。鼻水出てない？やだ、風邪ひかないでね。にくりちゃんがいます。あら、たっちゃん、たっちゃんはすごく慎重派だけど、さっき子供たちの前にも出てきてくれたね。ねえ、へい、まだ慣れさせてくれなかったけどね。たっちゃん、おいで。たっちゃん、おいで。ねえ、こうやってちゃんと慣れさせてくれるまで、ちょっと時間かかるんだけど、それでも、安心するようになると、たっちゃんを目の前まで来てくれます。必ず慣れさせてくれるようになるので、それまで通ってくれる人がいたらありがたいです。あんちゃん、あんちゃんおいで。たっちゃんが転がりました。たっちゃん、いい子だね。たっちゃん。どうしたの、じんくん。なに？ジンくんも遊んだじゃんね。よかったね。あら、最近このエアコンの上に乗らないようにしてたやつをわざわざ動かして中に入る子がいるんですけど、最初にやったのはダフで、この子はダイちゃんです。ジンくんの兄弟のダイちゃんです。ダイちゃん、何してんの？おいで、ダイちゃん。結構人が来ると出てきてくれるんだけど、たっちゃん、どうしたの？ちょっとまだマシュとニンちゃんは出ていません。なんかどうもニンちゃんが風邪っぽくなるので、完全に治ってから出そうと思ってます。ダフ、上にいる子がダフです。ボランティアさんが来た時には上にいたと思うので、ホラさんもあまり馴染みがないかもしれません。ここに耳カットの子がいるけど、スリーピーかな。こたつの中に多分いっぱいいるんですけどね、覗くとパーっていっちゃう子も多いので、かわいそうなので、とりあえず。でも懐いてない子も結構人がいても出てきてくれて、子供たちもすごくおやつとかで遊んで、おやつとかおもちゃで遊んでくれて、
とっても助かりました。こうやって人慣れが進んでいくといいなと思っています。まっちゃんベニーいいね。たっちゃん、たっちゃん見よっかねえりんくん、たっちゃんおいで。近づいてくるとね、どうしても取れないんだけど撫でれてほしくてね。えたっちゃん、たっちゃんねえ、ほんといい子だね、あんたは。あまねちゃんって子がいるんだけど、その子は結構凶暴な子で、でも子供たちはその子が一番可愛いって言ってくれましたね。子供たちって可愛いの基準がちょっとなんか違うんでしょうけどね、綺麗な心で見てね、そういうのが分かんだもんね。ねえたっちゃん、あまね連れてきてよ。あらみくりんぼ、みくりん、みくりん、おいたっちゃんで見えなくなったじゃないか。トラさんが作ったにゃんこボックス、結構みんな好きで入ってくれます。そしたら墨入れ、尻尾振ってねえ。これ Facebook のライブ配信だからねえ、後でアメブロ見てる仕方につながるかわかんないんですけど、いろんなベッド類とか送っていただいて本当に助かってます。ほとんどいただいたもので元にあった、まあ、カーテンとかは買ってないんですけど、レースのカーテン買ったぐらいで、ほとんどベッド類とかはご支援いただいて助かりました。紹介なんかもパソコンで作ってみてちょっと流してました。まあ来週はちゃんとチラシも町の方に配ったりして、もっともっと来ていただけるように頑張りたいと思いますが、でもなんとなく、まあ、人が来てもうみんな結構楽しそうに遊んでくれたりね。えたっちゃんたっちゃんかわいいね、あんたどうしたのたっちゃん、来てくれるの。あらすりすり、さくら寝てますね。みんな結構遊び疲れたのか結構ゆったりとしてます。まあこのあと7時まではやってるので、近くの方よかったら来てください。ではまた配信してみます。初めてなので拙い配信で申し訳ありませんでした。また見てください。